この芝。せーの、エミー誕生日おめでとう。私のためにありがとう。とっても嬉しいわ。さあ今日はたくさん飲んで食べて騒ぎましょう。飲み物はシュワシュワでいいわよね。あ、私がお酌します。はい、どうぞ。エイミー、ケーキを並べたいのだが皿はあるだろうか。はい、すぐご用意を。私が切り分けるから待っててね。さっきから働きすぎですよ。今日はエイミーが主役なんですからじっとしててください。そう言われてもこういうのってあんまり慣れなくて、むしろみんなが座っててくれた方が落ち着くんだけど。はぁ、あ、面倒見が良すぎる弊害か。ま、エイミーらしいといえばらしいけど。エイミー、このフライドチキン食べてみてくれ。ミーアが作ったんだぞ。ミーアちゃんが作った。あの食べるばかりのミーアちゃんが私のために料理を。なんて幸せなのかしら。本当にありがとう、ミーアちゃん。こんなのが作れるなんて将来はシェフになれるわね。さあ早く早く、フライドチキンは揚げたてが一番うまい。匂いもすごくよくて、ジュルリよだれを垂らすミーアちゃんも可愛いわね。私の分も食べていいわよ。はい、どうぞ。でもこれはエイミーの分だから。その気持ちだけで胸がいっぱいよ。さあ食べてちょうだい。わかった、エイミーがそんなに言うなら食べる。そんなにがっつかなくてもいいわよ。ケーキも食べる？食べる！エイミー、こっちにもお酌して。はいはい、ちょっと待ってね。はあ、こんなに世話を焼いて誰の誕生日かわかりませんね。まあエイミーが幸せそうならそれでいいんじゃないか。今日はみんな私のためにありがとう。この芝。